市議会議員の川口博史です。今今年度は第五委員会のところに来ております。土木下水水道そして環境を担当する委員会です。こちらに昔長くいたんですが久しぶりに戻ってきまして、特に今から環境問題、原発の問題もありました。多分ゼロというわけにもいかないことが多いと思います。原発を減らせば高い石油を買って燃やさなければならない、 CO2 は増えるしお金もかかる、やはりエネルギーの使用をみんなで減らしていこうよ。そして国にもある程度電力会社にも今ありますが買い取り制度、これもあまり高いと困りますが、みんながそんな意識を持って太陽光を使っていけば単価も下がるんじゃないかな。私は自分のところにも太陽光をつけております。若干高くはなりますが、やはり自分で使う分を、自分で作るといいますか、自前で賄う、そういった思いがあれば、私の家で電力会社から買うのは少なくなります。そういった意味では私は、自分の分を自分太陽のおかげでですね、作らせていただいて、なるだけ産業には安い電力が供給できないかな、雇用を生むためにも。しかしながら太陽光は、1ヘクタールで200個ぐらいの発電しかできません。どうしてもこれだけでは賄えないんじゃないかなと。そして今公共施設にもどんどん作りなさい、言っております。公民館作ってない、載せてないとこもありますし、載せたとしても10キロ程度、小中学校も20キロ程度、それも全然採算に合わず、子どもたちに今何キロワットを発電してるよっていう啓発です。そうではなくてもう思い切って乗せれる小中学校の屋根を民間に貸さないか、民間の事業者が資金を用意してですねパネルをしてそこで利益を上げてくれればいいじゃないかと。行政がするとどうしてもそれで採算面を考えない傾向があるんじゃないかな。もう民間に貸しますということでどん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 復旧して、市自らがまずそういう取り組みをする、そして全体の消費量を減らせるならば減らしていきましょう。その中で私は高い電気でもいいから、原発に頼りたくない、そういった中で、原発や化石エネルギーの使用を少しでも減らしていけて、それがどん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 ですね大きな輪になって、加速度的に原発に頼らなくてもいい社会、化石燃料をなるだけ燃やせなくても済む社会、そういったものを少しずつですね、一気に広がるような取り組みをいろいろ提案してみんなでやっていきたいと思っております。